はい、どうもじゅんです。おはようございます。減量今3週目が終わろうとしてるところで、まあ最初の1ヶ月はちょっとリンバルクみたいな感じで、そうだね、調子どんどん上がってきて、朝の体重で101キロかな。でこっから、リミット 95.8 なんで、まあ6キロ7キロぐらいで仕上げられたら最高かなってことで、減量してます。で今日はですね、広尾にある、時たらずさんっていうね、お店で、まあ、マグロのお店なんですけど、そちらでね、減量飯なんか作ってくださるってことなんで、行ってご飯食べて、そこから今日の一日スタートって感じですね。まあ3週目でちょっとね、減量洗練は受けてますけども、楽しく日々、過ごしております。まずは朝起きたらこのコーヒーをガブ飲みするってところから大体一日が。くえネスカフェゴールドブレンド案件になってます。違うか。よし、それじゃあ腹も減ったし飯食いに行くか。疲労の時たらずさん、レッツグー。何撮ってんだよ、オタク。そういう流れですか、これ。何隠し撮りしてんだ。すみません、かっこいいシーンを撮るためにちょろちょろしてるだけです。隠し撮りは犯罪だぞ、オタク。すみません。はい、ということで今このうわっ、前のさ、持ち君の明日、あれ何曜日だっけ。あれ水曜日だっけね、4日前水木金土4日、3日だな、丸3日ってことか。筋肉痛がマジやべえ。日常生活に支障をきたしてる。うわっ、痛え。うわっ、痛え、マジで打撲、これは。あ、見てこれですよ。あ、綺麗ですね。桜満開だよ。なんで俺はさ、こんな桜で満開の日に、イモイカメラマンと歩いてるんだっていう。オタクのカメラマンとさ、満開の桜を、俺今年初よ、だってこの満開は。ああ MA の動画出して、なんかすげえコメントたくさんね、あの素晴らしい専門家の方たちが溢れていたんで、やめましょう、それは。危ない危ない。危ない。ありがたいアドバイスたくさんあったんで、ちょっとよりあの僕もオリンピアをね目指して頑張りたいなと思いました。ただね、やっぱりあのプロになった時点でね、何億みたいな契約金とかないんでね、あの自分でやっぱ稼がなきゃいけないんで、でそれをやらないと海外遠征も行けないしね、君のお給料も払えないんで、あの仕事はやっぱ頑張りながら、ロードトゥオリンピアという好きなことをやるために、あの日々一生懸命、働きます、頑張ります。はい、ということで今日の、お目当てのご飯なんですけど、時たらずというね、マグロ屋さん、魚系のお店です。はい、今日はこちらのオーナーさんがよくウォリアージムにいらっしゃる方なんですけど、ぜひ食べに来てくれってことで、俺の減量スペシャル飯を今日はこちらで出していただこうかなと思います。時たらず、マグロマートさん、ジャパニーズカズン&フレッシュツナーディッシュ、レッツゴー。はい、時たらずさん到着したんですけど、見てください、この桜満開、花見しながらご飯食べれるって、どう？素晴らしいですね。ただね、足りてないんだよ。ここに待ってます。じゃあ僕で我慢してください。ちょっときついな。はい、ということで今日の僕の減量飯、マグロの漬け丼とアボカド、完璧ですね、これは。そしてお味噌汁、うわ和食最高。じゃあ早速いただきましょうか。いただきます。いただきます。
うまっ。漬け丼だね。俺最近魚ばっか食べてるけど、一番安心して食べれるよね。うまっ。でもさ、最近こういう何減量中でも食べれる、安心して食べれるお店って割と増えたからいいよね。トレーニーにはいい時代になってきますね。俺減量中最高よ。わかめの味噌汁です。うまっ。でこちらなんか特製の玉ねぎをリンゴ酢と MCT オイルでなんかあえたやつみたいなんですけど、これを混ぜるとさらに美味しくなるってことで、これだけでも十分美味しいけどね。これでさらにうまい。あ、これめちゃくちゃうまいっすね。酢飯とかリンゴ酢ってすげえ食欲そそるよね。食欲ない時にはほんとにいいね。うん、オニオン入れるとめちゃくちゃうまくなるな、これ。さらに、家でささみ茹でて修行のごとく食べてるんだけど、でも外食できてさ、ここね、ちょっと場所変えたりしながら食べるとまたちょっと気分が違っていい、ね、俺の中でこれがちょっと一番減量中の息抜きかもしれない。いやー、うまかったね。美味しかったですね。減量中の外食で、しかもこの桜よ、最高じゃんこれ。今日はこの後、家に戻ってジンズキッチンと撮影2本ぐらいして、で夕方アキトとゴートレ、背中のゴートレしてか、とりあえず頑張ろう。頑張りますよ。はい、どうもジンです。減量を始めて、3週目が終わろうとします。この右手一人ホタテラとさ、脂質ほぼゼロみたいな、オリーブオイルちょっと入れてみよう。いただきます。はい、で、ここからはアキトトレーニング。これね、モンスターの最近出たやつでしょ。これ新しいやつです。バチクソうまくない。いや、俺びっくりしたやつ初めてなんですか。これ何味ですか。ぶどう味ですか、ね。これめっちゃうまいですね。ぶどう、ぶどうジュース飲んでみたい、ね、何味って聞いたら、なんか誰かアホなやつブルーベリー味とか言ってたやつ。誰だっけ、誰ですか、ブルーベリーとか言ったの。このやつ、色的にブルーベリーしたの。味は違うでしょ、これは。いや、どう考えるとブルーベリーっぽいって言ってたやつがいたような気がするんですよ。完全ブドウだから。ファンタグレープって。うわ、そうですよね。それだ、うまい。道理でうまいわけだ。俺ファンタグレープ一番好きなんだけど。そうだ、ファンタグレープだ。その味ですよね。これなんだろうと俺ずっと思ってたけど、そうだ、だからうまいんだね。はい、めちゃくちゃうまい。これマジうまい。今日ナイトレスか、アキト君。今日は背中ですね。背中、はい、バチバチやりましょう。で、ウォリアがね、あの背中の、俺があのミロスのとこ修行行ってた時にやってた、海外韓国製のマシンなんだけど、オリンピア の, あの公認マークついてるやつ、あれを社長が入れてくださって、すげえ。今日ちょっとそれバチバチにやっていこうか、背中とか。やりついてこれんの。いや、行きますよ、そりゃ行きますから。ボコボコにしちゃうよ、お前。ボコボコにしちゃうよ、お前。俺、お前、この間のさ、MA 動画でコメント欄でボコボコにされたから、お前、仮にお前、トレーニングボコボコにしてよ。なんでボコボコにされてんの。あ、やられてんなって。なんならさ、成功体験の一つじゃん。みんな多分、心配してくれてんだと思うね。まあ、そうでしょ。まあ、俺もたまにさ、アキトのことでめっちゃ心配してね、ちょっと怒っちゃったりするときあるんだ。あんな感じだね。多分心配がゆえの、ちょっと厳しくなるみたいな。で、なんか気づいたらめちゃくちゃ悪口みたいになって。しかもさ、MA の会社作りに関してさ、俺も7年もやって、MA のやつも2年3年さ、いろんな
エージェントの話をいろいろやってっからさ、まあまあ知識も詳しいはずなんだけど、経営リテラシーがねえっつって古ぼっこにされるんだし。リテラシーあ、ちょっとまだまだね、僕もあの知識不足が多いんで、精進したいと思います。謙虚に行きましょうじゃん。謙虚に、謙虚に今日この鬱憤をアキトのと取れて古ぼっこに、ね、今日俺がフルボッコにされる。いや、当たりじゃないですか。いいじゃん、取れてフルボッコはさ、追い込めんだから、絞れんだから。まあですね、ありがたいですね。そうそうそう、はい、ね、感謝です。それではアキト、はい、行くか。行きましょう、行きましょう。開幕して、じゃあ今から、じゃあ、なんじゃ、一言あんじゃん、はい、じんさんコメント欄で僕を応援されてたからみたいな、くだりあんじゃん。ああ、そういうの、ちょっとうまくなった。まあ今日はね、じんさんがコメント欄でもろかすに言われてたんで、そのね、その鬱憤を僕が受け止めます。行きましょう。カットできないよ。ちょっとカットできないですね。ちょっとカットできないよ。アメリカの、あの、なんだっけ、トゥーチャージム。トゥーチャージム。ターチャージム。トゥーチャージム。トゥーチャージム。これ使ってたよ。ありましたね。あってたね。はい。ラスベガス以来のマシンを社長が入れてくださったので、これちょっと今日やってみます。あとこのね、新しいマシン。これ多分日本にあるとこないんじゃないかな。まあこれいろんな、ロー系の種目何でもできるんですけど、俺めっちゃいいなと思ったのに、ワンハンドロー。でかなり角度いろいろ変えれるから自分に引きやすいいい角度をつけて、これぐらい、うん、これいいですね、うん、これをどんな入り方するか。だから海外でやるのと日本でやるのとちょっと感覚が違うんだ。気持ちいい。わ、これいい。気持ちいいぐらい。これすげえ。ああ、これバッテンの構造が入りやすくてまたいいのか。ああ、なんかそれはありそうっすね。A 運動っていうのはこういう形で引くから、はい、これがこういう感じで引けばいいのか。ああ、怖い。このプラグに沿って。はい。やっぱ面白いな。すごいね、変わってしまう。よし。
初めて気づいたけどさ、このマシンレッグプレス並みの重量使えるんだよ。バケモンがいるってことっすね。8枚8枚とかやべえって俺8枚は。オリンピア行くぞ、これ。オリンピアの野郎、これ。よっしゃ。この3種目の後のこれ結構きついよ。はい、かなり。このトライアングルやばいな。これこれこれやばい。楽しい。このモード入ってきた時の筋トレ楽しい。そうですね。最高。肩いいんでしょ、肩や。いいでしょ。肩いいんだろ。はい。さあ、持田君にさ、ハムストリングスで踏ん張れてる、踏ん張ろうとした。この間、持田君からのせいで、全然踏ん張れ。持田、この野郎。What you putting a stake in? Cause I ain't got no patience, no limitations. Trying to figure me out, and I know I don't make sense. But no one's there when you call, like a shot in the matrix. You need to take a grip from it. I think you should take six. I guess I don't know no one is gonna play this. The pain will only go deeper the harder you chase it. I'm the greatest that you ever made. It's time that you face it. So tell me, what's the いいね。
ジで持ちな式やってから、はい、バカ効くようになったの、はい、いや背中すげえ変わってるっすよ持ちだから、ここがいいからね、いや持ちだ効けお前すごいわ一緒にオリンピア行くぞもうお前はベガスに連れてったよねじかっこ持ちだ君の慈悲な出してあげてください、その僕ら。そんぐらいでお前今アメリカ高いんだよ、お前。いや、知ってます、知ってます。エコノミーで7、80万すんだもんね。多いって言えないですけどね。めちゃくちゃお前今年、すごい。むしろ出してもらえ。むしろね、むしろうちが出してもらえ。いいね、新人。ケツ上げない、ケツ上げない。ハムで踏ん張る。ハムで踏ん張る。1、2、3、4、うまっ、うまっ、OK。もう2、3、4、5、1、そう、2、そうそうそう、3、ハムで踏ん張る、4、足踏ん張る、OK。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100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 、
レーニングやってるみたい、ね、引けるだけ高重量もんな引いてさ、体の連動使ってきて、でもすごいなんか代謝も上がってるし、上がるし、汗もすげえかくし、楽しいっすよね、やっぱ、うん、やっぱ楽しいね、はい、しかもやっぱもうカーボン取ってる上でパンプがやべえ、すげえっすよ、マジで、ね、すげえっすよ、ここからしょ、まあ、ちょっと脱げないよ、出るから、いやいやいや、こんな絞れた人の方で脱げないよ、多分逃げない、多分俺さっき見ちゃう、いやいや、こんなバキバキな人の方でさ、俺脱げねえよ、勘弁してください俺は焦ってるんですけど、ね、すごいね、いやいや、落とすか、何週間前だっけ、あ、5週間前、5週間前、はい、すごいな、もう絞れ、いやいや、そう、勘弁してください、と思ったらですね、こちらにあのウォーリアでパーソナル活動されてるんですけど、アキトと同じ大会のクラシックですよね。そうです。いや、よかった。出られる方で、コンディションエグすぎて、アキト絞れてんなと思ったんですけど、ちょっといいですか、コンディション。コンディションエグすぎて、やばい。やばいんだけど。すごい。そう。俺ちょっと焦ってきましたよ。ユーザーさんやろうかなと思って。背中取りやってたらチラッチラってさ、やべえコンディション映ってんなと思ったら、すごすぎますちょっと。ここからしょ。ここからです。だからもうモチベーションに変えて。ありがとうございます。